やっぱり太陽光に勝るもんなしということで、どうもレーゲルンでございます。はい、ということで、お久しぶりの手元開封にはなるんですけども、今回ね、ちょっとマジでちょっと聞いてくださいよ。ちょっと地元の本屋さんに、昨日行ってきたんですよね。で、僕フォトエッセイ、にじちゃんのフォトエッセイの第2弾をね、求めてね、ちょっと地元の本屋さんに行ってきたんですけど、なんと、なくってね。まあちょっとね、日にちが経ってたからちょっと売り切れたのかもしれないですけど、ちょっと店員さんに聞いてもちょっとね、いや、ありませんねーってことで、どうしてだよーってなったんですけども、まあまあそこは仕方ないということでね。ただその本屋さんにちょっとしたこうなんかおもちゃというか、まあなんか食玩とかね、いろいろ売ってるコーナーがあって、そこで、奇跡的に、これと巡り合えたので、そちらを紹介したいと思います。それがこちら。でーん、はい、このパッケージといえばね、懐かしの、はい、こちら、虹ヶ崎学園のトレーディングラバーストラップでございます。これミューズちゃんのね、開封はね、もう3回にわたり、動画にさせていただきました。これ3つ使ってね、最終的に羽根ちゃんが出なかったっていうことでね、もう回しに回しまくったんですけども、全種類コンプしちゃったよってことで、わ、すごいね、光ってんね、さすが太陽光だわ。はい、ということでね、これの虹ちゃんが出てたということでね、もうこれはもう買って開けるしかない、愛さんが欲しいということで、はい、こちらのラインナップになっておりますけども、部活衣装のね、スクスタの、部活じゃねえわ、合宿衣装の、トレーニング、ラバーストラップになっております。ということで、今回はこちらを開封していきたいと思います。はい、ということで、まあまあ、今回はね、もうパーンと簡単にこう、愛さんをね、ちょっとこう、狙っていきたいということで、開けていきたいと思います。これ確かね、どっちだったっけな、これこのまま開けてよかったっけな。はい。じゃあ早速一人目から見ていきたいと思います。お願いしますよ、宮下愛、頼みますよ、いきます、3、2、1、いやろ、おー、ポムー、まんまポムー来ました。あー、でもめちゃくちゃ可愛いな、これキャピキャピな感じね。はい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 、ということで一人目、ポムーが来ましたけども、いや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 、まあ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 ね、とりあえずまあまあ軽くね、攻めていく感じにね。でもこれ俺本当にまた箱買いするのって、これ1個ね、結構ね、660円ぐらいするんですよ。結構するんですよね。だからラバーストラップだから仕方ないんだけどさ。はい、いやもうちょっとマジで、平和に愛さんを積もっていきたいところです。はい、ちょっとマジでお願いします。はい、マジでお願いします。もうやばいからマジで。じゃあいきたいと思います。いきますよ、2つ目、3、2、1、よいしょ、どい、かなたちゃん来ましたね。いや、かわいいな。かわいいんだよ。そうそう、このシリーズね、だからね、押し来なくてもね、もうかわいいんだよ、全員。そう。はい、かなたちゃん来ました。いや、これマジでいいね。マジでかわいいね、これね。はい。ということで、かなたちゃんが来ました。いやー、もう嫌な予感しかしねえんだよな、これ。もう本当に。いやー、もうマジで。これまた刻むの？マジで。いや、本当に。いや、もうこれほんまにまずいんだって。はい、いや、でも俺はもう愛さんを信じてね、最後の一つを開封していきたいと思います。いや、もうこれまたリベンジになるのか、もうどうかわかんないけど。さあ、見ていきましょう。お願いしますよ、宮下愛。愛さんしか勝たん。いきます。3、2、1。よいしょ！よいしょ！よいしょ！セッツーでございます。セッツー。はい、かわいい。セッツーですね。いや、どっからどう見ても、セッツーですね。はい、ということでですね、はい、こちら、かわいらしいね、セッツーが来ました。なんか、セッツーといえばこのポーズだよねっていう感じなんですけども。はい、ということでですね、はい、どうしてだよー！